手に 遅刻遅刻、ありがとうございます。メール書いた、多分送られるはずこんばんは。なんか背景かわいい、なんだこれ、なんかリップの上に乗ってるけど壇上3位、リップの上に乗ってるけど、なんだこれ、なんかめちゃめちゃチューされるんだけど、なんかめっちゃチューされるんだよ何なんかみんなからめっちゃチューされるんだけど、はい、まだ何これ、何のギフトなのこれ、何の日、今日はキスの日らしいよ。あ、そうなの、今日何日、今日は5月の23、どのあたりがキスの日なのラブレターの日、あ、そうなんだ。え、待って、確かに今さ愛って出てこなかった。え、またこれなんか当たりとかのやつ、そういう感じ。水曜日公演当たったからまた叫びたい。嬉しい、来てくれるの嬉しい、待ってる、ありがとう。映画で初めてキスシーンが放映された日、あ、そうなの、だから初めてキスシーンが映画に出た。誰がしたの誰がしたの。じゃあみゆちゃんからもチューしてもらった、確かにこんなにチューされててチュー、 チュー、あ、なになになに、愛って書いてあるやつと違うんだ。久しぶりにお見送りの前読んで書いて覚えて書いて嬉しかった。もちろん覚えてるに決まってるありがとうね、嬉しい。あ、チュー、可愛くてごめん、実はできちゃう実は踊れちゃう。29日公演当選したよ、あ、ありがとう。月末も来るって言ってくれてたもんね、指ハートのギフトもあるよ。え、そうなの、マジで TikTok 撮ったし、あ、ちょっとそういうのやってないんで、すいません、そういうのちょっと見る線で見る線でやらせてもらってますちょっとそういうの苦手なんで、はい、自分で撮るとかちょっと無理ですちょっと無理です。もう流行ってないよね確かに最近あんま見ない。最近何見る？え、めっちゃ TikTok 見てんのにな、最近何が流行ってるか全然わからん。最近なんだろう、最近何流行ってる、最近は、あー、それだわ、これだ。え、ねえ、これさ、思ってたんだけど、これしゃべぴーじゃないそれだ、なんかこういうやつ、確かにそれ流行ってるわ今、ニューかわいいフルーツジッパーだ、確かに。あ、ペディキュアもめっちゃ私もめっちゃ流れてくる、ペディキュアとサンバイザーみたいな曲ですよね、めっちゃ流れてくる、わかる。しかもなんかあのライブ映像ライブ映像めっちゃ流れてくる、わかる。いや、思ってた、やっぱそうだね、チュってやるやつ最初に。しゃべぴやん。もしや同じの見てる、いや、その可能性あるよ。地方ののしか見て、あ、地方のさんもうめっちゃ見てる、めっちゃ流れてくる石田千穂さんで。それで最近知った可愛い STU さんの曲があって、そう、あの石田千穂さんがその TikTok で踊ってた、なんだっけな、覚えてないんか。え、でもね、メモしたんだ、かわいいって思って。恋は仮病中、
っていう曲を最近 TikTok に載せてて、なんか曲自体はそんなに多分新しくないよね。大好きな人のカップリングっぽくて、そんな曲自体は新しくないっぽいんですけど、初めて聞いた。その石田千穂さんの TikTok で踊ってるのを見て初めて知ったんだけど、めっちゃ可愛い曲って思ってメモまでしました。メモまでしちゃった。カンカンダンス、待って、カンカンダンスって何？どんなやつ？公園行くからとりあえず美容室予約した。え、嬉しい、楽しみにしてるね。あと私は最近あれが流れてくる、なんかこうやって待って、これじゃ伝わんない。なんていうの、なんかこうやって蹴ってるやつ。カンカンダンス、中国のやつだよ。あー待って、なんかわかるかも。あ待って、わかったかもしんない。はい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 、あのさ、列になってるやつ、なんかこういうやつ、あれカンカンダンス。わかったわかったわかった、それか。あーはい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 、それね。うんうんうん、それもめっちゃ流れてくる。あとあとなんだっけな、え、ね、聞いてほしい。聞いてほしいです。最近私本当に最近暇さえあればっていうか、暇すぎて最近めちゃくちゃ TikTok 見てるんですけど、また聞いてほしいって言っちゃった。でその TikTok も基本は、まあ、そういう流行ってる曲とか、あとなんか赤ちゃんめっちゃ好きで、赤ちゃんの動画とかめっちゃ流れてくるんだけど、時たまねなんて言ったらいいの、あのなんて言ったらいいのかな、なんかすごいモテるテクニックみたいな動画が流れてくるんですよ。あのこれどこに使えって言うんですかみたいな、あの動画がめっちゃ流れてくるのね。何なんだろう、何なんだろうな、最近すごい流れてくるんだけど、なんかしかもそういうのを発信してる人って意外と TikTok 上に結構多くて、そうなんかあの可愛いって言われた時の、何だったっけ、可愛いって言われた時の正しい反応みたいなのをなんか解説してる人が5人ぐらい出てきて、何なの本当って感じ。そう、なんか可愛いって言われた時の可愛い反応みたいな返し方みたいな動画5人ぐらいに言われたんだけど、え、何みたいな、何どういうこと本当。ゆうちゃんには不要だよね。そういう意味でもない、だといって必要かと言われたら必要じゃないけど。そう、めっちゃ最近流れてくるんだけど、何なんだろう、私が間違ってんのかな。それ実践してもらっていいですか。なんて言ってたっけな、なんて言ってたっけな。何も学んでない、だって学ぶ必要ないから。ゆうちゃんの花ありがとうでも、うん、そうだね、かわいい。そう、もうみんなにさ、普段からいっぱいかわいいって言われてるからさ。かわいいって言われてるからさ、そう、私の反応が一番正解だから。それ系の動画見てるから流れてくる。え、そうなのかな、なんなんだろう、なんでめっちゃ流れてくるんだろう。しかもそれがなんかあの男の人バージョンとなんか女の人バージョンが出てくるの。どういう意味かっていうと、その男の人はなんか女の子にこう言われたらなんかキュンとくるみたいなのをなんかずっと話してる系の動画ね。でなんか女の人のやつはなんか、え、なんだっけ、なんか男を落とす方法みたいな語ってる人のが流れてくん。なんなの本当。
どこで実践しろって言うんですかみたいな動画がめっちゃ流れてくる。何なんですかね。そう、最近なんかそういうのめっちゃあるんだよな。見ちゃうからダメな見てどうすんのって感じだけど、見ちゃう流れてきちゃうから。そうなんですよね。アイドルって割と実践してるよね。まあなんかアイドルが結局正解じゃないって思うんだけど、なんかどこぞも知らない人から解説されるよりアイドルが正解じゃないって思うんだけど、流れたけどすぐシュッてしないと、なんかさ、その何ですか、判断能力がないんですね。結構全部ちゃんと見ちゃう、流れてきたやつ全部見ちゃう。大正解です。じゃあもう私が常に正解を生み出します。そんなの見なくてもできるやん。できてる嬉しい、できてる。その最近そういうのがめちゃくちゃ流れてきます。でもあとアイドルめっちゃやっぱ流れてくる。なんかすごいいっぱい、全然知らないアイドルがいっぱい流れてくる。見えが大正解だけど、普通の女の子は見えのまでできないよ。いやでも思うよ、私もこれ普通、なんかアイドルだから許されてるよなって思う瞬間めちゃくちゃいっぱいあるもん、自分でもこれなんか日常生活でこの女いたらちょっと嫌だなって自分で思っちゃうもんアイドルだから許されてるって思っちゃうスターチスのラブレター流れてきますか。流れてきた、昨日昨日流れてきたよ。なんかね、列で踊ってた流れてきたよ、知ってるよめっちゃ流れてきた。そのいや、アイドル本当にめっちゃ流れてくるんだよね。 TikTok でも藤崎美優検索します。え、本当？私の動画って全然なくない全然なくないいやでもさ、なんかさ、もうこの最近本当に私の TikTok 上にアイドルの動画がめちゃくちゃ流れてくるから、でなんかやっぱそこ発信でさ有名になったアイドルさんもたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。なんか NGT もそういう、なんだろうな、ステージの映像とかコンサート、まあ公演とかでも全然いいと思うんですけど、公演とかなんか載せたらなんか見てもらえるのかなって思ったりもするんだけどね。なんだけどねあの別の動画ね、わかる、もう諦めたよ、さすがにもう出さなくていいよだって絶対今の方が上手に踊れるのにさ、なんで全然踊れてない動画を今さら載せなきゃいけないんだろうなんかね、なんでなんか言ったんですよ、スタッフさんに。なんかあの別の動画、私と誰だっけ、私とユーナかなのがまだ載ってなくてもう1年経つんですけど、聞いたんだけどさ、しかも私なんて撮り直しさせられて2回撮ったからね、なんかわかんないけど、なんか1回目暗くてもう1回撮らせてくださいって言われてる2回撮ったけどお蔵入り。そう、確か私とユーナだけ、あともう1人ぐらいやったかな、忘れちゃったけど、なんかでもそのメンバーのそのあの別の動画、そういや、忘れてんだかどうだか知らないけど
言った、ちゃんと言ったんですけど、なんかそしたらなんかね、いろいろあったみたいなんだよね、そのあの別の動画を出す中で。そう、なんかいろいろあったらしくて、そう、なんかね、一時ねコメント欄を閉じなきゃいけないぐらい結構いろいろあったらしくて、そう、でそっからなんかストップしてたらしい。そのまま時が過ぎたみたいな。わあ、指ハート来た、ありがとうらしいですよ。まあなんか、うん、いろいろあったみたい。そう、まあまあ、うん、それでなんか載せなくなったらしいけど、そうみたいですね。そうだから、なんかもうじゃあさ、もらえばいい、私がそれこそチャットとかで載せればいいんじゃない。だってもう今更さ、そんななんか動画 TikTok に上げられたくない。だったら今もう一回踊りたい。え、そうしよっかな。だったら TikTok じゃなくて自分のチャットに載せようかな。もうチャットはね、そう、昨日もね、そう、全部晒すスタイル。昨日だってチャットめっちゃ動画送ったよね、私3本ぐらい動画送りましたよね。そう、チャットはね、もう全部晒すスタイルだから。そう、え、そうしよっかな。なんかもう一回聞いてみるね。動画もらえたらもらってチャットに載せようかな。でもあの、いやまあいけるか、なんか音入っ、あれってさ、でも多分さ TikTok 上でさ音つけてるからさ、そのなんか動画例えばもらって自分のチャットに載せるってなった時に多分音が全然入ってないと思う。一応その場でパソコンから流した音でやってたけど、その裏で普通に MV 撮影とかしてたから、多分あれって本当の動画の音は消して TikTok 上の音源つけて多分載せてるからさ。そう、だからもし載せるってなったら音なしになると思う。あの聞こえちゃいけない音が多分いっぱい入ってる。まあちょっともう一回聞いてみます。せっかくね、まあ動画送れる媒体はあるし、やってみようかな。あ、そう、昨日それで、そうそうそう、なんか私その先週大阪に行ってて、その大阪にいた時に串カツを食べに行ったんですけど、その串カツを食べた動画を撮っててリールに載せようと思って作ってたんだけど、あのちょっとひよって載せれてなくて動画は作ってあるんですけど載せてなくてね。そう、だからなんかその動画にしようと思って撮った乾杯の動画だけを昨日チャットに載せたんですよ。したらさしたらさ、なんかジョッキでかくないみたいな。ジョッキでかくないって言われて、普通ね、あれ普通のサイズだよ。なんかでかいって言われて、違う違う、普通サイズです、あれ。はい、そう、耳が持つと直径がでかく見えるって言われた。めっちゃめっちゃ言われた、コメント。そう、でも普通です。一口が少なくてはにゃだった。それもめっちゃ突っ込まれました。それもめっちゃ突っ込まれましたね。はい、まあさ、あれはね、動画撮ってただけだから。はい、実際あんなちょっとなわけがないって言ったら怒られそうだけど。はい、だってあの日はこのあとプラス2ぐらいいってるから。あれは1だけど、その後別の、ね、2ほど。
頼んでますから、まああれが一口なわけがないよね。一緒に飲んだら絶対楽しいね。なんかさ、今日さ、カホとも話してたんだけどさ、なんかカホが卒業する前になんかそのお酒を飲める配信をしたいって言ってて、したいって言ってた。したい。なんかさ、ニコ生さんとか AKB さんこの前やってまして、この前って言っても結構前、4月ぐらい AKB さんニコ生さんでやってまして、めちゃくちゃやりたい。すげえ勢いで飲み干してうめえって言っててほしい。あ、さすがにそこまでなんか男気はないです。さすがにそこまではいかないですけど、はい、普通に、はい、普通に。そうなんです。だからまあチャットはね、もうなんか何載せてもいいと思ってるから、私は。チャットは何載せても自由だと思ってるから、そう、なので、なんか動画関係はチャットにいっぱいさらそうかな。チャットにいっぱいさらそうかなと思ってます。メール来た、ありがとう。ああ、すいませんね、ごめんなさい。ああ、おやすみメールの写真かわいい。あ、本当？リスです。はい、今日さっき公開になったリス7月号31日発売です。嬉しい。今回やばくない？生写真さ、3種類もあるんだけど、めっちゃ嬉しい嬉しい。全部ゲットしてほしい。くしゃみも可愛い、ありがとう。でもこれは結構ガチのいつものくしゃみだったよ。なんか可愛く作ってるとかじゃなくて。これはいつものくしゃみだよ。ね、わかる。いつもとメイク違うでしょ。めっちゃ何ツヤ、めっちゃツヤメイクって感じで。あのポーズやってみたら脇腹つりそうになった。え、そうなんですよ。なんか生写真3枚ついてるんですけど、そのうちの1枚なんか足をねこもってるポーズがあって、同じくつりそうになりました。あれ本当にめっちゃ大変だった。しかもあれ撮影さ、私あの撮影場所にマネージャーさんなしで一人で行かなきゃいけなくて、東京まで行って一人で撮影場所に行ったから、もう本当初めて一人で撮影みたいな感じで、もうただでさえめちゃくちゃさドキドキしててさ、でこうなんか衣装をさ着て、なんかあの衣装めっちゃ面白い、おへそがくり抜かれて。絶対に私服できれない。おへそがくり抜かれてる衣装だったんだけど、それでさ、一番最初がその衣装だったんです。その衣装でじゃあ一発目に写真撮りますってなった時に、なんかねこういう感じのポーズでお願いしますって、なんか見本みたいなのを見せてもらってやるんですけど、なんかめっちゃ大変で、めっちゃ大変で、本当に。なんかその脇腹つりそうもそうだし、バランスもめっちゃ難しくて、そう、なんかでこれでさ表情とかもさ、なんかいろいろするって、えっモデルさんってこんなに大変なのみたいな。なんか前回のそのビスの時はまあなんだろう、普通にしゃがんだりとかそういう感じだったから、なんかこういうポーズでって指定はあんまりなくって、まあなんだろう、
こういう風にしてみたらみたいなのあったけど、こうガチガチにこういう感じでみたいなのなかったから、今回初めてやって、めっちゃ大変なんだけどってなりました。しかもさ、なんか何マネージャーさんもいなかったから、頼れる人もいなくて、どうしようどうしようみたいな感じで、めっちゃそうドキドキだから、自撮りをしてなくてですね、そうだからメールに載せた写真と含め10枚ぐらいしかなくて、ビスのスタッフさんに撮ってもらった写真で10枚ぐらいしかなくて、あの本当小出しにするしかなくてですねそうなの、とりあえず1枚だけさっきメールに載せてみたんですけど、そうでもなんかもう一個、その生写真3種類あるうちのもう一個顔めっちゃアップの写真があるんだけど、あっちの衣装もめっちゃ可愛くて、なんか白のね、なんだろう、レースっぽいやつ、めちゃくちゃ可愛いので、で全部いい、全部ゲットして生写真3枚ある、ぜひ NGT の生写真のポージングにも取り入れて、いや絶対に無理だと思うやっぱでも思う、モデルさんとしてのこの撮られ方と、なんかアイドルのそういう何グッズとかなんかそういうのの撮られ方と全然違うなって本当に改めて思いますね、そう完全に一人だったの、全部いい、職場のデスクに飾りたい、え嬉しい嬉しい、なんかさあれだね、アイドル感はないじゃないですか、だからすごいいいかもね、いいかもね6月の公演に合わせて買いに行きます、あぜひぜひ、えね6月のさ公演スケジュールまだ出ないかな、ちょっとね、そう楽しみなことがありまして出てほしいな、ね、なんかあそうそう、なんかねまだちょっと6月の公演予定が発表されてないんですけど、なんか私今月は全部出させていただくんですよ、で今月は29が最後じゃないですか、あそうそうそうなんですよ、その29が399回目なんだって、劇場の出演回数が、そうだから6月の一発目の公演で400回らしいんですよ、公演の劇場の出演回数が、そうなんか切りよく5月にしたかったんだけどさ切りよく5月末とかが良かったんだけど、ちょっと収まりきらなくって、6月の1個目の公演が予定では400回らしくて、そうなのよ、そう6月一発目だから、6月一発目さちょっとさ、まあまだ発表されてないからあれなんですけど、そうなのよ、ちょっと楽しみ、来て6月始めもいいかな、それはそれで来て、6月一発目まだいつか言えないけど来て、399回目いきますね、お待ちしてます、今日なんか当落出てましたよね、29日ね、そう花江の初日だからさ楽しみ、ドキドキ、なんか落選も出てたらしくてね、すごい、知ってる口だな、あさすがに私は知ってますよ、もう自分がいつ公演出るか知ってるけど、まだ発表されてないから言えないってこと、そうで何日開けてればいい、じゃあ6月の上旬全部で6月上旬全部で、どこにチャンスがあるか分かんないので、確かに、でもそっか6月頭だと、もうビスが 5月31日発売で、まあ、新潟多
1日遅れとかなのかなってなると、そうだね、6月頭の公演来ていただいたら、その後絶対にビスをゲットしていただけるといいかも。6月も皆勤賞だったりして、あ、でもね、実はね、それは違くてね。そうなのよ、まだちょっと公演予定がさ、公演のスケジュール発表されてないからあれなんですけど、でもちょっとお仕事で、そう、別のお仕事があって公演に出られない日がありそうで、ありそうでとかあって、そうなんです、そうなんですよ。だから全部ではないんだよね、6月なんですけど、そう、でもあのただ休むわけじゃなく、ちゃんと別のお仕事があって、はい、あのただ休みはいらないんで私。でもね、今日ね聞かれたんですよ、なんかみみお休みするみたいな、なんかキャンプとか行かないってマネージャーさんに確認されて、あ、大丈夫です、大丈夫です、出たいです、出たいですってそう、お仕事がね重なったようなしょうがないってか、まあそれはすごくありがたいことなんですけど、その全然それ以外の休み大丈夫です。公演ベースで動かしてくださいって感じだった。そうだからね、全部に出るわけではないんだけど、6月、そうなんです。いや、そう、キャンプもね行きたいんだけどね、普通にね。そうそう、でもパパと結局さ予定が合わないといけないからさ、そうなの、だからそこを例えばじゃあ公園出ないでお休みにしたとって、絶対にそこにキャンプに行けるかって言われたらそうじゃないから、そうだったらもうあの公園ベースで、で自分の本当にこの空いたお休みの中でパパとこう予定を合わせて行けるところがあればって感じだから、全然その公園ベース、公園基準がいい、むしろ。そう、でもだから6月の一発目がその400回らしくて、ちょっとそれ、ちょっとそれ来てほしいかもなー、まあいつかわかんないけど私はわかる、私はわかるけど、まだちょっと発表されてないけど、6月一発目来てほしいかもなーと思っている。はい、いつわかる、大事な日程はわからないっていう。6月一発目、え、待って確認する、これ違ったらどうしよう、あ、6月一発目の公演、6月一発目の公演が私の400回、ちょっと来てほしいかなー。そうだね、あのまあ全部来てほしいけど全部来てほしいけど、まあ強いて言うなら、せっかくだし、せっかくだし、そこがいいかもな。6月始まって何日中に行けばいいんだっけ。私は引っかかりません、私は引っかかりませんよ。16日が誕生日なんですけど、公演ありますかね、どうでしょうか、スケジュールが出て確認してみてください。でもまあそろそろ出るんじゃないかと思うけどね。そうだよね、スケジュール出てる分の受付終わったもんね。やばい、もうだって5月が終わっちゃう、もう6月になっちゃう。毎回が記念日だもんね、もちろん、もちろんですよ、もちろん。でも6月頭のは結構本当に来てほしいかも。本当に来てほしいかも。
まには匂わせてくれてもいいんで、うん、めちゃくちゃ匂わせてんですけど今今めちゃくちゃ匂わせてるんですけど私。え、香ってこない？めちゃくちゃ匂わせてんだけど今。6月一番最初の公演だよって、その日に来てねって、めちゃくちゃ匂わせてるんですけど感じない？あとは答えを言うだけってぐらい匂わせてます。はい、そうですよねそうですよね。来てほしいにゃん。最近平日あんまり公演ないんですか？あ、そんなことないです、そんなことないです。29は平日だもんね。サインボール投げると予想してます。あ、それは本当に分かりませんあ、でも確かに400回記念だとしたら投げてもいいかもな。確かに確かに、まあ、そういう記念の日に投げれた方がいいよね。確かに。でも全然ごめん、何にも考えてなかった確かに投げてもいいかもだけど、あ、そうなの、ちょっと私投げすぎもしかしてこの前投げちゃった夏ブロックね。そうね、6月、そう、春曲6月みたいな感じだからね。それもどうなるかね。かゆちゃんも2連続で投げてた時あるし、まあ確かに何人かはそうだね。ななみとかもそうだったわ。うん、じゃあ確かに6月頭、6月一発目の公演、ボール投げれたら投げるかも。そう、でもなんかこのね、ボールを投げる人を決めるのっていつもその日のなんかリハの時に、今日ボール投げる人はいっていう挙手制なんですよそうとか、あとはその他の子が何回投げてるか、私まだ2回しか投げてないから3回投げたいですみたいな、3回目投げたいですとか、なんかそういう感じでバランス見てやってるから、そうだからもしかして6月一発目の公演がさ、投げたいっていう人がめっちゃいっぱいいたら投げれないんだけどそういうことです。だからまあ狭き門かもしれないけどそう、挙手制です。挙手制とか、まあそのあれ、なやいちゃんまだ何回しか投げてないよね、じゃああなた投げてみたいな感じスタッフさんに言われるってわけではないから、メンバー同士で決めてるかも。投げたい人は入ってて、あ、どうぞどうぞだし、なんかいなかったらじゃあバランス見て何回目だから投げるみたいな感じなので、そうだからその日、まあ自分で、あ、今日投げたいかもっていう意思は持ってても、絶対にその日に投げられるかって言ったらそうではないから、何とも言えないが、がまあでも確かに投げれたらいいかもね。399回目に投げてもいいんですよ。そうですね、全然私はいつでも投げたいですけどですけど、まあ、ちょっと最近投げたばっかりなので、5月の個別生写真の発売ないのかな。え、わかる、私もずっと待ってんだけどさ、出ないよねわかる、この前生写撮影したけどずっと思ってる。1日投げれるといいですね、みゆさん。待って、1日って誰も言ってない誰も1日って言ってないよいっかかんないよそんな
かんないからな。1日の昼公演？じゃあそう思っといてください。じゃあそういうことで。そう、しかも昼夜も別に決めてないの。なんか本当に例えば昼夜公演の日は4人投げれるじゃないですか。1公演につき2人投げるから4人投げられるんだけど、4人別に昼夜とか決めずに、じゃあ4人決めて、え、昼と夜どっちがいい？みたいな感じだし、例えばこれで4人のうち上手側と下手側の人がいたとしたら、なんか昼だけ上手しか投げないとかになっちゃわないように、あ、じゃあ なんていうの、こうしよう。待って、この手めちゃむずいじゃん。この何、上下がバランスよくなるように決めてる。上手みたいにならないように、そう、下手の人のおちゃんみたいになんないように、そこは何番から投げるっていうのをいつも言うから、あ、じゃあなんか昼より変えた方がいいかもそこ、みたいな感じで結構やってるから、その何日の昼公演投げるとか夜公演投げるとかってなんか確定はできないんだよ。例えばじゃあ耳のボール欲しい人、じゃあ何日のなんか夜公演で投げるので絶対に来てねって言っても、本当にそこで投げられるかっていうのは分かんない。まあそれをなんていうの、告知してみんなに来てもらうのまあ一つ全然方法としてはありだと思うけど、でもまあ実際あんまりそういうことはしてないかも。この前れいちゃんカゴ食べてたのかわかる。でもその生誕の時はさ、生誕メンバーが全部投げるんですけど、私5個をね持てないのよ一人では。マイクもあるからね、だからカゴ持ってっちゃうんだけど、そう投げた後カゴ置けばよかったんだけどね、れいちゃん持ったまま踊ってたからカゴ食べちゃった。めっちゃかわいい。もう少し大きくて重ければ遠く後ろまで投げる。うん、そうね、そうね、軽いしね、形丸じゃないしね。そうなの、なんか空気抵抗をもろに受けちゃう形をしているから、そう、難しいんだよね。そうなんです。すごいし、そうなんかで落ちる。普通のサインボールより全然飛ばないから、ね、まあでもじゃあ6月頭の公演、6月一発目の公演はまあ投げられたら投げようかなって感じで、はい、お願いします。来てほしいな。あ、そう天井から天井にぶつかってこうなるよね。そう、でもさ、もしこれさ春曲でさ、あれ一応まあハートの形だけど、あれは桜の花びらという体で投げさせていただいてまして、あのボールでもあれ春曲だから、あのボール投げてるじゃん。そのなんかブロック的にさ曲が変わったらボール自体なくなるのかな、なんかどうなるの。でもボールはあった方が嬉しいよね、みんな的には。ボールじゃなかったら何投げる。何投げようかな。そう、春曲で、まあ、桜の花びらって感じであれは投げてるから、曲が変わったらそもそも投げなくなるかもしれないし、まあ、投げたとしてももしかしたら違うものを投げるかもしれないから、そう、でもあった方が嬉しいよね、なんかああいうのね。風船飛ばしとく？え、待って、どういうやつ？あのなんか野球場とかのビューって飛ぶやつ。ピューって、あれでも空気抜けるよね、手元に届くことには。抜け殻。し
かめっちゃうるさそう、なんかあれって音なんないっけ、ブーみたいな絶対音うるさいよねでもさ、天使の尻尾みたいなやつだともうさ、本当にそれこそ最善の人にしかチャンスないじゃないですかなんかね、なんかいいのないかな、何がいいかな。やっぱでもサインボールな、紙飛行機とかね、あのちなんだっけ、待って、チカナソはチカナしかいなかった間違った間違った、ピメナソ、チカナソやばい、チカナしかおらんあれピメナソだっけ、紙飛行機投げてたの、ピメナソとかね、あ、ちぜ紙飛行機とかねとか、まあでもあれも、あれって後ろの方まで飛んでた、どうなのファンの方が確かにもうさ、絶対メンバー見ないの、この飛ぶ行方しか見ない、全員誰もメンバーのことなんて見てないと思う、まあ、今でさえもね、もうボールの行方しか見てないからみんな客席側に飛ぶと確かにビューってなって戻ってきちゃうかもしれないそうだわキャックの頭に刺さる、やばい、それは危ない、頭に刺さっちゃうのはダメだね力の刺さりました被害者いたえ、なんだろうね、何がいいのかな、確かに先端恐怖症の人とかも自分に向かって紙飛行機向かってきたら普通に怖いよね。あ、くじ引きね、なんか曲中にくじ引きとか楽しそうじゃない、なんかさ、こうくじ引きの時間を設けちゃうとさ、なんかだらっとしちゃうからさ、なんか感想の間にとかね、感想の間にくじ引きとかしたら面白そうだよね。そしたらだってその後ろの方の方にも平等にチャンス、全員に平等にチャンスあるし、くじとかだとね、いいよね。ツーショット権利はちょっと難しいんじゃない、さすがにせめてなんかサイン入りの何かとかじゃない、ツーショットは難しそうだけど、ユニットコインでやってるユニット、あ、うん、なんかあった気がする、くじ引きね、あった気がする、なんかあれだよね、曲中ではなかったけどドラさんはくじ引き確かにやってた、あれやってたよね、もう記憶が、あ、はるかむらやってた、はるんのプレゼントチャンス言ってたわ、確かに、なんかでもそれを曲中でやっても全然面白いと、貝とか1枚のところ3枚ぐらい引きそう、やりそうめちゃくちゃやりそういいな、なんかそういうのもね楽しそうだね、そう、だから季節ブロックもまあいつ変わるかちょっと分かんないけど、すごいまあ楽しみの一つにしてもらえればねいいかな。あぶくな曲中にサイン書いてた、え、あったね、やってた、懐かしい、え、私さ昨日さ眠れなくてさ、またって感じなんだけど、昨日眠れなくてさ YouTube さ漁ってたの、したらさ NGT のさ公式 YouTube にさあぶこなラジオ出てきてさ、3年前って書いてあった、怖っ、そんなに経ったんだって、あったわーそんなのーって感じだったあったねー、もう3年も前なんだって出てきました。あれでも普通にすごくない？だって1本30分ぐらいあったけど、あれをちゃんと毎回さ収録してたの結構すごいよね結構すごいよね。つぼねこいの紙テープ、あーね、紙テープね、あれいいよね、このつながってる時間
つながってる時間いいね。ドラさんセンター試験でくじ引き当たった。ねえ待って、何年前の話してんの。リアルに6年前ぐらいじゃない。やばい、怖い。あったねそんなことも。そっか、あれあゆ太郎さんが編集してたんだ。そうなんだ。いやすごいな、普通にすごい。あぶこな、こうん、そうですね、あぶこな公園で、いじられたのがきっかけですね、確かに。それまでそんなあざといとか言われたことなかったのにな、なんでだろうな。なんでだろうな。確かにそれきっかけでしたね、多分。え、そう、え、そうなの。ショールームしながら編集した。そうなんだ、すごい。そっか、今日はさりげないあざとさ多いにゃ。え、何？あ、待って。違うよ、違うよ、なんかわかんないけど確かに今日なんか語尾ににゃってつけて。なんで？確かに、なんでだ。懐かしいね、そう思うと。ユニット公演とか3年ぐらい経っちゃってる。あざと警察で最初に使えた写真どんなのだったか覚えてる？え、何にも覚えてない、何にも覚えてない。もう何の写真が使われたかも覚えてない。もう最初とかに限らず全部において。あ、うーん、あ、なんかさ、うさぎ、うさぎのやつだけなんか覚えてる気がする。サーヤに撮ってもらったんだけど、うさぎ、オンラインおしゃべり会でうさぎ来た時にうさぎのしゃがんでるやつ、そう、それしか覚えてない。それサーヤに撮ってもらったんだけど。あ、そうだ、飼い主募集中、それだ、それそれそれ、それしか覚えてないな。パジャマで早く寝よう。え、待って、記憶な、あ、待って、思い出したかも。なんかさ、パピコパピコがやってるやつ、てかあれなんだっけ、あれなんかさ、目覚まし時計、目覚まし時計のなんか特典の生写真みたいなのだったっけね。全然覚えてないよ。あい、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 ありがとう。え、すごい、なんか一個だけチュー入っちゃったんだけど。あのうさぎ飼い主は見つかったのかな。見つかってないですね。見つかってないですね。目線そらし、え、待って、本当に覚えてないんだけど。あれさ、本当にさ、自分の知らないところでさ、何、検挙されるからさ、本当に怖くてさ。でも割とその当時は結構ちゃんとどの公演もリアルタイムで見てたから、そう、リアルタイムで見ては突っ込んでた記憶ある。めっちゃリアタイしてた。だってさ、お家にいてずっと暇だったもん。公演出てなさすぎて病んでた時期だから。使いますよって言われない、うん、言われない、知らない間に使われてる。そう。常連すぎて何が出てきたか覚えてない。うん、覚えてないね。
メンバー耳が見てる前提で MC、 確かにサメカツナとかは本当にそうだった見てるみたいな。そうだったね。でも今もちゃんとリアタイしてるよ。でも自分が出てないことの方がもう少なくなったから自分が出てない公演は結構リアタイしてることの方が多いけど、でもそもそも自分が出てない公演の方がないから今は全部基本全部出てるから、そういやだからありがたいですね。そうだから私が今こうやってね楽しくねいられてるのはね、ちゃんと公演に出てるは本当に結構でかいと思う。公演出てないと病んじゃうからさ私今のこの精神状態保ててるの公演のおかげだから。最近ずっといるすいませんね、ずっといてそうだからそう思うと、まあ、ずっとなんだろう、昔から公演は本当に好きだったんだなって。公演出てないだけで病むぐらい昔から普通に劇場公演は好きだったんだろう思うけど、でもやっぱ今が一番、今はねその配信もそうですけど、配信やってても劇場公演出ててもなんか何やってても楽しいから、そう公演いっぱい出てる時に耳が一番幸せそう。え、わかる。やっぱさみんなに会えるのがさでかいよね劇場は。本当に多分今が全部楽しい、公演も配信も。公演何回行っても楽しい。わかるわかる。じゃなきゃこんなにさ出ないよねこんなに出ないしこんなに来てくれてないよねって感じ。本当に本当にそう思う。ステージ上の表情管理が誰よりも上手いと思う。私？全然そんなこと言われたことないけど全然そんなこと言われたことないけど嬉しい、ありがとう準備の速さに充実感が現れてるいつもね、開演の30分前には終わってるから。まあでもそれは結局性格の問題だと思う。なんか本当に最近思うんですけど、なんかあの提出物とかも私めっちゃ早く出す人なんですよ。なんかね一番最近はなんか何々の特典で使う写真を提出してください、何月何日までに提出してくださいって言われた連絡が来た10秒後ぐらいに送った違う、でも私それは自分が忘れそうだから送ってるのね。そう忘れる前に送んなきゃと思って、じゃあすぐ送るんだけど、とかなんか準備に関してもなんか後々バタバタするのが好きじゃないから時間がある間に全部終わらせるみたいな感じなんだけど、めっちゃメンバーの性格出る。本当に最近すっごい感じるすっごい感じる。なんだっけこれさ、あの MBTI で言うと何なん、なん、なんだ P か J かみたいな違いらしくて、私は J なんだっけ。もう超極端に出るこのメンバーのこの差すごく出るすごい、なんかだから面白い最近めちゃくちゃ分かりやすい。カメラに抜かれてない時も見られてる意識があって顔完璧すぎる。ねえ嬉しい。もうだって推しカメラあると思ってやってるから、まあ、コンサートとか公演とかいつどこで見られてもいい顔してる、後ろ向いててもいい顔してるから後ろも見て物理的に絶対見えないところ見て
私の後ろを向いてる時の顔も見て確実に J 分かる、もう自分でも分かるぐらい J、 本当に ギリギリ派です。うん、 P ですね、本当に思う夏休みの宿題、休みが始まる前に、休みが始まる前に、あ、でも分かるな、休みが始まる前とか、まあ始まってから1週間ぐらいで大体全部終わらせる。でも日記みたいなやつは終わらせられないから、そういうのだけ残っちゃうタイプ。わかる。そうだから、それこそさっき言ったサインボールも開演前に書かなきゃいけないんですけど、もう私はあの後からバタバタするのが嫌だから、そのもはやメイクもまだしてない時、なんかメイクする前にパックしてるんですけど、パックしてる時間って10分ぐらい放置してなきゃいけない、何もできないじゃないですか、その時間にもう書いちゃう。でも本当にめちゃくちゃギリギリの子はもうエンジン終わってから急いで書くみたいな子もいるから、そうめっちゃ本当に性格出る。私はもうリハ終わってすぐぐらいで書き上げちゃうぐらいもうまだメイクもしてない頃に先に書いちゃう、先にやること全部終わらせたいタイプ。よかった、まだ配信やってた、やってたよ。なんかさ1時間違う違う、23時ぐらいで終わらせようと思ってたのにさ、気づいたら1時間やってたいつものこと今日だってなんかリハしてさ疲れちゃって、さっきまで寝ててさ、眠いかもって思って23時までにしようと思ってたのに、やっぱ喋ってたら元気になっちゃった風の陣は上手と下手どっちがおすすめ？あー待って、出ました、ちょっと待って、ちょっと待って、考える、ちょっと待ってね。ちょっと待って、僅差で神手結構僅差で神手かも、うん、なんか割とバランスいい、割とバランスよく神下どっちも今回はいるけど、僅差で神手かな。そうだ、うん、どっちでも全然見える、てかどっちもいるどっちもいるからどっちでもいいけど、なんだろうな、曲的になんだろう、レスが遅れそうな曲とか、なんかそういう基準で言うと上手の方がって感じかも。でも全然どっちでもいいと思います。来てくれるだけで嬉しい。そう。くじゅんだね。あ、整理券なんだっけ？風の陣って。そうだよね。整理券ってことは、それはさ、整理券順に入場できるっていうだけなのかな？それとももうなんか劇場みたいにこう座席としても番号が決まっちゃってんのかな、どういう感じなんだろうね。私もあんまりよくわかんないけど、まあでもどっちでもいいかな。整理券順に入場か、じゃあ入場だけか、じゃあ普通に入ってからは神氏も自由に選べるのってなったら、私は神手おすすめするかも。どっちかって言ったら
でも全然どっちでもいいし、なんなら多分なんだかんだ真ん中ぐらいが一番いいかもしんないねっていういいとこ取りで結局ね、真ん中が良くないみたいな。でも本当にだから神氏もどっちでもいい、どっちかって言ったら神手よりかもくらいで、いいとこ取りすんならやっぱ真ん中、なんだかんだやっぱ真ん中だよねって感じかもです。なんかでもお天気ちょっとなんか良くなってきそうな感じらしいので、よかった楽しみ。今週はさ公演が日曜日しかないからさ、なのでもう風の陣はなんか劇場公演とはまた違うね感じでね、いいんですよね。楽しみ。今週やっと、明日でやっと1週間が終わるね。明日は何もないんですけど、なんか今週公演なかったからさ、平日めっちゃ長く感じる。なんかリハはあったけど公演がないだけでこんなに長く感じるっていうぐらい、なんかめっちゃ長く感じた。やっぱそう思うと公演やりたかったなやりたかったな。行くか迷ってるんだよな。もう全然来てほしいけど、迷ってるならまあ来て損はもちろんないよね。もちろん筋肉痛治さないと。いやそうなの、もう本当にお尻が痛くてしょうがなくてさ、本当に。でもう今日お尻痛って思いながら行ったらみんなお尻痛かったメンバーみんなお尻痛めてた。本当にお尻痛い。直さなきゃ。1週間長すぎてビール祭り行っちゃったよ。何それ楽しそうじゃん楽しそうじゃん。え、なんかでも新潟でもやってるみたいな、なんか言ってた。行かないのって言われて、行かないよってなんか新潟でもやってるっぽいですね。なんかなんだっけ、ブラックなんとかみたいな。お尻で何したの？なんかお尻で何かするってわけじゃなくて、なんだろうな、あのね、いろんなことするんですよ。なんかお尻が痛くなる原因はね、なんて言ってたかな、なんかこのお腹と膝を近づけるやつ、交互にこうやって、これとあと何言ってたっけな、あとなんかこのちょっと似てるんだけど、スケート選手みたいなこうなんていうのポーズ、片足ずつに乗っていく、こういうのをずっとやってた。でそれを音に合わせてやるんですけど、なんかそういう系をやってる、基礎レッスンみたいな。そうそれでお尻が痛くなった。土曜の柏崎20度いかないみたい。あ、じゃあちょっとあったかく、しかもね夕方だからね、あったかくしてきた方がいいかもね。まあ海沿いだしね。風の陣はお酒売ってたりするのかな、わかんないどうなんだろう。夢にめっちゃおすすめしたいビール屋さんが関東で。ビール屋さんって何？普通の酒屋さんと違うのか。どっちかっていうと筋トレ系。あ、そう、なんかね体幹を鍛えるみたいなやつです。そうそうそう。なんかダンスの基礎もまあやるけど、なんか
ダウンとかやるけど、その体幹を鍛えるって感じで、なんかこのプランクとかやったりすると、その上半身の体幹を鍛えられるけど下半身の体幹があまりちゃんと鍛えられないから、なんか下半身の体幹を鍛える基礎みたいなのをやってました。お酒あっても車で行くから飲む、確かに。てか車じゃないとちょっと行きづらいとこだよね、今回のね、風の陣って。確かに終わった後に屋台でビールの飲み比べセットかな。誰そんなことしたやつアイドルがそんなことするわけないよね。誰だ誰だそんなことしたの福島福島ん めちゃくちゃね、ファンの方がいる前で堂々と運んでたあれね、本当にやらかしてる県のどこかのフェスあれ本当にやばい、ファンの方がいる前だったのが本当にやばい。でももうそんなことしてくれる相手もいないからさ、一人でやるわけないしもうそんなこと一緒にしてくれる人もいないからさ、もうそんな姿も見られないよ絶対にしい仲間を作らないと。いややっぱね、いないよ。わしもカホさんの代わりはいません。いません。あなたの代わりはいないだろ。ね、え待って、もう懐かしい。リバイバル。でまだいける、まだ踊れる、立ち位置入って。リバイバルもやりたいな。いて、リバイバルをリバイバルしてほしい。したいしたい、めっちゃしたい。柏崎駅から歩ける範囲ね。あ、そうなの？なんかさ、あ、そうなんだ。ちょっと歩いて行ったことないかわかんないけど、そうなんだ。したら全然そうだね。電車とかでも来られるね。冷蔵庫が大好きだった。ね、冷蔵庫ね、なんかこの前リリカと話してたの。なんでだっけな。なんでかわかんないけど、なんかリリカと冷蔵庫の話になって一緒に冷蔵庫やったねってリリカと話してた。そう、徒歩20分、人によっては余裕。まあ確かに20分、歩けなくもないね。20分だったらね、どういう感じなんだろう。なんか想像がつかないステージの感じが、だからわかんないけど楽しみ。眠くなってきたかな。眠いのはずっとなんだけど眠いのはずっとなんだけどさ、だってもう終わりにしようと思ってたもん。毎回入ってるもの、あ、冷蔵庫。そうだよ、もうリリカとハルカと一緒の時なんて大変だったんだから大変だったんだから
もうやるの怖って思うぐらい大変だったんだから。冷蔵庫の中身は全然知らないの。あ、でも知ってるとか、まあ、打ち合わせはします。でもはるかはいつも何言ってるか分かんなかったから何言ってるか分かんない。でも残酷とかもね、久しぶりにやりたいかもしれない。スイスイは後のセリフまでして、あ、そう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 、スイスイはもう全部決めてくれる。そうですよ。待って停電あったわ。え、待って停電あったね。リバイバルの千秋楽だっけ。待ってあったわ。忘れてた。そんなこともあったね。そうだ、千秋楽だったね。懐かしすぎるなんか本当に今でこそめちゃくちゃ笑い話、本当に結構ショックだった懐かしい。そうだったね。そう、なんか最後千秋楽で最後なのになんかちゃんと やれなかったのがめっちゃ嫌で。でもなんか面白かったな、やっぱああいうのがいいよねなんか劇場なんていうの、あの生のライブならでは感、しかも誰も悪くないあったね。しながら逃げる本当にあった。あれ傘なかった、傘あったから逆に良かったけど、傘なかったら本当になんか本当になんかどうしようって感じだったと思うから懐かしい。確かになんかあの年なんかさ、なんかいろいろあったよねなんかいる。でもそっか、半年、まだ半年しか経ってないんだ。いや自分が絶対に出過ぎなだけなんだけど、思い出いっぱいになんかまだ半年しか経ってないって感じがしない。なんかやりすぎてて思い出いっぱいをまだ半年しか経ってない感じ全然しない。めちゃくちゃでもなんか何回やっても全然飽きない。本当に好き、何回やってもいいし、なんか結局さ自分たちの曲でさやってるからさ、思い出いっぱい。そうだからなんかあのなんて言ったらいいのかな、こう愛着あるっていうかさそうだから何回やってもてか、その公演じゃなくとも何回もやる曲じゃん普通に。自分たちの曲だから、それこそコンサートとかフェスとかでさ普通に持ち曲だからめっちゃやるじゃないですか。だからなんか何回やってもそのもちろん飽きるわけなくて、 そもそも何回もやる楽曲だから自分たちの曲で、それを公演でも何回もやってるから、もうなんか飽きるっていう感じではなく、なんて言ったらいいのかな、なんか本当に大事にしてるって感じがして、
なんか逆に普通だったらその公演曲をさ普段劇場公演でもやるからさ、自分たちの楽曲ってそれこそコンサートとかフェスとかそういう機会じゃないとなかなか披露できなかったりするじゃないですか。そうって思ったらなんか自分たちせっかく自分たちの曲なのに全然披露する機会がないみたいな状況よりはもう全然何回でも披露したいし、そうって感じだから本当に何回やっても好きだし、なんかまあ私はまだ2ポージしかやってないけど、なんか出るたびにさ人が違うからさだからなんかまだ半年しか経ってないって感じが全然しない、あのバリエーションが多すぎて。楽しい。思い出公演何回やってんだろう。確かに今年に入ってから何回やって今年に入ってからってかさ思い出いっぱいが始まってからだよね。何回やってるんだろうね。分からない。リバイバルがかなり前のような感じ。わかる。でもリバイバルも1年やってたのにね。全然そんな感じがしない。そうしかもなんか最初はさリバイバルなんかあリバイバルじゃないや思い出いっぱいなんかレスポイント少ないみたいな感じだったけど、もうねなんかもうねなんていうの合間を縫ってなんていうの隙を見つけて。だいたいみんながレスポイント作り始めたよね。もうだからそんなあんままあリバイバルと比べたらって思うのかもだけど、全然めっちゃレス全然めっちゃレスするけど、なんかね最初ねやっぱリバイバルがめっちゃレスが多かったからみたいな感じだったけどさ、もう今全然好きあらばレスして、お互いが工夫してレスしよう。新しいね。でもだからさそのなんていうの一個の普通にパフォーマンスとしてなんか劇場公演にまあわかんないレスをもらいに来てる人もまあいるかもしんないけどっていうよりかはその一つのパフォーマンスとして楽しんでもらうこともそうだし、なんかこういつどこでレスが来るかが分かんないからみんなが多分ちゃんと見てくれる。ちゃんと見てくれるなってすごい思うから、だからすごい。でもなんかあのいつでもどこでもこうレス遅れますみたいな曲よりもさ、なんかいつどこでレスが来るか分からないみたいな状況の方がなんか私は今の方が結構楽しいのかもって思ってきてるけど。どうですか。まあリバイバルはリバイバルでまあ楽しいんですけどね。75回、あそんなにやってる、え待ってそんなにやってだってさリバイバルって1年やって100回とかじゃなかったっけ。100回ぐらいでしたよねリバイバル1年間で。って思ったらさやっぱ半年で75は多すぎない。そりゃ多いわ、そりゃ多いって感じるわけだわ。今66回、いやそりゃでもそうだよ、だって半分以上リバイバルの半分よりって考えたらやっぱ多いよね。あパーティー、確かにパーティーやってない、それもあるか。つうか去年パーティーいっぱいやってたもんね。パーティー含めてだったのが今もう実質思い出いっぱいしかやってないから、思い出いっぱいでこのパーティーブームもやってるって考えたらってことか。それは確かに多い。そっか、しかもコンサート前超えなかったの確かにね。確かにちょいちょいこの公演ができない時期があるにもかかわらずそれぐらいやってるのすごい。
半力の浅い私は思い出公演を聞いて元 NGT が好きになりました。いやでも本当に嬉しい、なんか思い出いっぱい公演、なんか NGT のさ自分たちの曲だけでやってるって、まあなんだろう、賛否両論あるかもしれないけど、でもそのなんだろう、招待とかも今やってるし、 NGT をさより好きになってもらえるきっかけにもなるし、なんかこれでよかったなって私は結構思ってるけど、おしゃべり会もないし、確かにって思ったらやっぱさ、みんなもさおしゃべり会がない分さ劇場でしか会えないって思ってくれてるからさ、劇場にめっちゃ来てくれるよね多分劇場にめっちゃ来てくれる方が多いかもね。リバーバラマジで人の少ない時、はいはい本当に、いやそう思うとだから今思い出いっぱい公演こんだけ回数やってるのに、なんかそれこそさ今日はさ29のさ当落出て落選まであったじゃないですか、平日なのに、って考えたらさ、なんかこんなにいっぱいやってるのにほぼ毎回ちゃんと満席ぐらい来ていただけてるのが結構すごいことだと思うんだよね。私はもう本当にリバイバル頑張ろうって思う瞬間って結構いっぱいあったからそうって思うと本当に今劇場こんなに来ていただけてるのって本当すごいと思う、うん、確かにリバイバルの時刀剣なかった、刀剣も確かにでかいよね、なんで今まで7年ぐらいやらなかったんって思うぐらいわかる、本当にそうだよね。刀剣で50人これどういうことどういうことって感じだけど、すごい本当に。リバイバルコロナ禍もそうね、そうこう劇場じゃないと今会えない、おしゃべり会がないから劇場じゃなきゃ会えないが結構でかいのか、だからそうお見送りに気合入っちゃうこっちも何言ってるか聞こえてないらしいけどテンション高すぎて何言ってるか聞こえてないらしいですけどお見送りに気合入っちゃう、またみんなで髪型一緒の声もお願いします。あ、ねでもなんかねその話ね出てたよ、まあ猫の日とかって言ってたけどめっちゃ先2月でも言ってた、なんかそういうのとかもやってもいいよねって言ってたよ。新潟に家借りようか悩むレベルで通ってるえ本当にでもすごい、県外からね来てくださる方でもすごい頻度で来てくださってる方もいるから、本当にな、んだか仕事終わりにフラッと行きましたね。でも確かに平日とか特にそういう方めっちゃ多いかも、スーツの方とかめっちゃ多い気がする、うん、一言一句聞こえてますよ。じゃあもうちょっと反応してもらってもいいですか聞こえていたらすごいなんかさ、すごいこっちだけテンション高いみたいな時あるから寂しいんだけど新潟行かないと会えないから言っちゃう。いや本来であれば私たちがさみんなのところに会いに行くべきだと思うんだけどね、本当に県外から来てくださってるファンの方とか、なんかこんなにまあ皆さん皆さんで新潟に来ることによってなんか美味しいもの食べたりとか、まあ、楽しんでいただいてるかもしれないけど、なんか本来であればもうちょっと私たちがみんなのところに会いに行ける機会がいっぱいあったらいいのになって、それは思うよね。
圧倒されて何も言えない時があります。本当にそれはすいません本当にすいません今年まだ新潟一桁しか行けてないから去年よりペース遅い。いやそういうことではないんですよ。来ていただけてるだけでねすごいんですけど、ありがたいんですけどあのテンションでずっと喋るからおーってごめんってごめんって。そうでも私も本当にその瞬間しかさみんなと喋れないしさ会えないからさ劇場でしか。だから絶対に劇場公演はもう何があっても出る、あの別のお仕事がない限り何があっても出るし、やっぱそこに気合が入ってしまうんですよね。ゲームは守りたいので何それどういうことこっちも一応話してるのにな、ごめんね。じゃあ次静かにしてみようかな絶対に無理絶対に無理すぎるし多分心配される。なんか今日耳テンション低くない絶対に無理。新潟しばらく行けてない。確かに全然会えてないんだけど、どこで何してるの、早く会いに来てよ早く会いに来てよ。次公園に行くとき気合い入れてお見送り臨みますね。分かった、ちょっとじゃあ期待しちゃおう期待しちゃおう。そう、しかもだってお見送りってさ、え、ねえ、だってお見送りってそういえばだけどさ、しばらく喋っちゃいけなかったよねもう今もうあそこに命かけるしかないレベルだったけどさ、なんかそういえばお見送り喋っちゃいけなかったよね、しばらく手振るしかできなかったしさ、めっちゃ遠いしさ。今はあの一斉の真ん中まで来ていいんだけど、確かにリバイバルの時めっちゃ遠かったわそうだったね、そんなこともあったね。静かだとこっちも心配ない。そうでしょそうでしょ、やっぱ元気でいいよね近野の卒業公演でお見送り声出し、あ、そうだったっけ。その癖が残って無言になってしまいます。え、うん、たまにいらっしゃるそういう方。でももう喋っていいんだよ、喋ろうよ喋ろうよ。そう、やっぱそう思うとさ、今この見送りで話せるこの時間ってめちゃくちゃ大事だと思わない？喋り会もないし、やっぱその時間大事にしていこうよめちゃくちゃ喋っちゃうけど、もうちょっとメンバー感覚開けていただけると。それはできないですね。しかもさ、なんかあれ何の時？なんかさ、たまにめっちゃ4期いる時あるよね。何の曲の時がめっちゃいるんだ？みどもりの時か。めっちゃ多くない？だからその分さ、めっちゃ長くなるのよ、このお見送りのこの列が。もうだからね、あれ以上広げられない。4期なんかほぼくっついてるから。あ、そうね、ちょっといつも4期から離れてるから、いつもちょっと4期から離れてるから、4期生がどんぐらいの密でくっついてるかわかんないけどそう、
花道なんかあれ何の時新春なんかの時花道まで広がってん。でもそれは全員メンバー全員いたから。最近4期生に近くなってきてるよ。え、そうだよ、ちょっと頑張ってんだよ。でも絶対に間に1人は入れてるから。絶対に1人は入れてるから、最低1人は入れる。なんで離れてるんでしたっけ。なんでかっていうと、みんなが4期生にデレデレしてるとこ見たくないからです。なのでワンクッション置かせていただいてます。誰かメンバーを。はい、だから本当に私4期の隣本当に並んでなくて全然。1回ぐらいしかないかもしれない。1回だけあったと思う。そう、あの嫌だから、そうなるべくこう距離を置いて。なるべく距離を置いてます。はい、まあなんかみんなも困るでしょ、私が4期生の近くにいたら困るでしょ。困っちゃうし、多分私が書き消しちゃうから。よくない。思ったより近いじゃん。違う、とりあえず一人入ってればいい。とりあえず誰か一人でも入ってくれてればなって思ってる。時計見てる。見てます。あと2分です。ランキング読みます。13位タカさん、ありがとうございます。12位サバサンドさん、ありがとうございます。11位ヒーローさん、ありがとうございます。10位トシーさん、ありがとうございます。9位ハルさん、ありがとうございます。8位 MS さん、ありがとうございます。7位カイヤトさん、ありがとうございます。6位ラーマさん、ありがとうございます。5位ポン吉さん、ありがとうございます。4位のサラさん、ありがとうございます。3位ヨッシーさん、ありがとうございます。2位ヤマアリさん、ありがとうございます。1位ホシーさん、ありがとうございます。ああもう終わっちゃう。本当はもっと早く終わらせるつもりだったけど、結局今日もこうしてこの時間までになってしまいました。なってしまいました。寂しいからチャット待ってるね。チャット待ってるね。あくびの途中から見れました。それはよかった。おやすみ。ありがとうございました。